こんにちは。こんにちは。美咲です。渡辺です。おー知りました。はい、始まりました、美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかそのリアクション恥ずかしかったね。はい、今日は、うん、春にぴったり帽子アレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、うん、今年はちょっと人混みを避けることも多いかなと思うので、うん、コロナちゃんでね。そうなんですよ、うんうん、なのでちょっと気晴らしに公園でも行くんじゃないかなと思って、お散歩でも使える簡単な帽子アレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はいはい、それでは動画スタート。お願いします。ベビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして毛先から順に全体的に伸ばしていきます。右下で半分に分けます。右利きの人は右側に、左利きの人は左側に髪の毛を持っていきます。3等分に分けて三つ編みをしていきます。こっち側の髪の毛を後ろから真ん中の方に持っていきます。こっち側の髪の毛を後ろから真ん中に持っていきます。もう一度、こっち側の髪の毛を真ん中に、こっち側の髪の毛を真ん中に繰り返し持っていきます。毛先まで同じようにやっていきます。ゴムで結びます。下の髪の毛を前に向かってねじって三つ編みに巻きつけていきます。この時にねじりすぎると崩す時に大変なので2回転くらいにしておきます。ゴムで結んでいきます。ゴムの部分を持って三つ編み部分から少しずつほぐしていきます。ねじったところも少しほぐしていきます。毛先の方は髪の毛が短いので慎重にほぐしてください。ヘアクリップをつけます。ゴムを隠すようにつけていきます。最後はお好みの帽子をかぶって完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。キャップとか、あとこういうキャスケットにもとても合う簡単なアレンジになってますので、ぜひ皆さんもやってみてください。バイバーイ。